ちゃんも。え？て、て、てれー。マキセ・クリスです。なんか恥ずかしいね、クリスちゃん。そうね。ほらほら、恥ずかしがってる場合じゃないって。そうだにゃ、みんな待ってるにゃ。とりあえず、状況を説明しないと。ああ、そっか。あのね、実は今日は、ちょっと事情があって、オカリンが…バッツー！ああ、オカリン！お前たち、この狂気のマッドサイエンティストが不在だというのに、一体何を勝手に始めようとしているのだ！おい、待て！遅れてきといて何が勝手によ。そもそも前回のあれ以来、今の今まで姿を見せなかったのはあんただろ。そうだよ、しょうがないから私たちだけで始めようとしてたんじゃん。あの、岡部さん、無事だったんですか？無事？無事とはなんだ。俺は前回言った通り、チェチェンイッツァに新型ガジェットを取りに行っていただけだ。もっともその間、常に機関の連中に狙われる危険と隣り合わせではあったがな。この前はティオティワカンだって言ってなかったか？あのね、オカリンのママ、珍しくずっとお家にいるって喜んでたよ。あ、マユリ、それは。おほー、店長さんから逃げてずっと家にこもってたのか。キョーマ。逃げていたのではない。気晴らしに環境を変えて、日々新しいガジェットの開発に勤しんでいたのだ。新しいガジェット。それで？その新しいガジェットとやらはどこにあるの？それはこれだ！てってれー！ふぅ！これこそが俺が古い文献を当たり数日をかけてようやく完成させたガジェットだ！にゃにゃ！ペットボトルに入ってるってことは飲み物か何かかにゃ？そうだ、これこそ俺が心血を注いで開発した新作ガジェット、デモンズエリクサーだ。飲み物って、おま、それもサイエンスじゃなくてケミストリーだろ。バック、サイエンスもケミストリーも元を正せば幹は同じアルケミ、似たようなものだ。というわけで助手を飲んでみるがいい。だが断る。何、貴様は俺の助手だろ。栄誉ある第一号被験者になろうという気はないのか。そんな見るからに怪しげなものを飲む気はさらさらないし、そもそも私はあんたの助手じゃない。あ、ではバイト戦士、得体の知れないものを口にするほど私はなまっちゃいないよ。ならば誰でもいい、誰か飲む者はいないのか。僕はちょっと喉乾いてね。そんなに言うならあんたが飲めばいいじゃない。いや、俺は分かった、しょうがないから私が飲むわ。何？ああ、だったらフェイリスが飲むにゃ。待って、私飲む。いや待て、だったら俺が。どうぞどうぞ。てやかましいわ。おのれ、こうなったらマユリお前が。ごめん、遅れちゃった。あ、そういえばダル、何か足りないと思ったらお前だったのか。ひでえなオカリン、僕のいないラボなんてエロシーンのないエロゲみたいなもんなのに。それはすでにエロゲではないな。ところで、みんな何やってるん？今北産業。あ？これはだな。と、その前に、喉乾いたお。おお、何これ、いただき。飲んじゃったにゃ。ぶ、何これ、なんか変な味だったけど。ダル、なんともないのか？なんとも？なんともってどういうこと？おう、どうやら失敗だったか。失敗？失敗って、あんたやっぱり私たちに妙なもの飲ませようとしてたのね。妙なものではない。あれは立派な。オカリン、オカリン。なんだ。それがほら、ダル君の様子が。何？あの、ちょっと、橋台ダル、大丈夫？ダル。おかり違う、法院教魔だ。ちょ、あんたこんな時に何を。橋田、しっかり。何をする。おかりん。お、なんだ。じどうしたのだ、ダル。お、
オカリンってよく見るとさ、結構イケメンだよね。え？ダル、お前急に何を？つうか僕なんで今まで気づかなかったんだろう。こんな近くに理想の相手がいたなんて、モテンだったお。わあ！これってもしかして、もしかする？ダル、冗談はよせ。冗談なんかじゃないよ。もう今すぐギュッてしてペロペロしたいよ。チェックさせろ。やめろ、寄るな。おかりチュッチュチュッチュさせてくれ。よせ、抱きつくな。ひどいよ、おかり。やめろよ。チュッチュさせて。にゃふん、もしかして今日のが作ったドリンクって惚れ薬だったのかにゃ。あんたもしかしてそんなものを私たちに？違う、俺はただ1時間の間俺の命令通りに動くようになる薬を。ちょっとカリン、僕というものがいながら何他の女と話してるのさ。違う、みんなもオカリンは僕の嫁なんだから妙な気を起こしちゃダメなんだぜ。バカを言え。悪いが俺にその気はない。そんな意地悪言うなって。大好きだおオカリン。ペロペロペロ。うわやめろ。ペロペロペロ。やめろって言ったらやめろ。チュッチュチュッチュ。ニコラ、シャイニングフィンガー、写真を撮るな。 お前たちも見ていないで助けろ。助ける？そんな妙なもの飲ませようとして。自業自得ってやつじゃない？だにゃん、さすがに今回はオカリンが悪いよ。まあ、効力が切れるまでそのままでいるのね。効力が切れるまでって一体いつ？そんなの私たちが知るわけないじゃない。そんな。さて、私はタイムリープマシンの開発が忙しいからこれで。と、私はそろそろ戻らないと店長に怒られる。フェイリスもお店に戻るにゃ。それじゃまた。マユシーもコス作らなきゃ。僕も手伝います。お前たち。さあオカリン、二人でめくるめく世界へ行くよ。やめろ。萌え萌えキー。